そう。おお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 おセレブだ、セレブのスリッパやな。本当か。へえ。個室か。個室か。え、これ何？ああ。おお。ああ、なるほど。個室だ。すごい、ビジネスホテルだ。さよなら北海道。今度はいつ来るん、いつ来るんだろう。今度はいつ来るんだろうな。出航した。出航しました。よろしければ発券ボタンを押してください。発券中です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやー、揺れなくていい船旅でございました。ちょっとしけってるって話だったんですけど、全然揺れなかったですね。行きの方が揺れたね。今見えるのが、金華山とかいう仙台沖の島らしいんですけど、こっちの方が多分仙台だと思います。あと、2時間半ぐらいかな、2時間ぐらいかな、で仙台に到着すると思われます。展望エレベーター下へ参ります。6列です。
さあ行きますか。下船。なんかみんな乗るの早いんだね。どのフェリーでも。どうも僕が遅い感じになっちゃうな。もうマイナスじゃない世界に入りました。仙台到着です。わお、仙台よ、仙台よ、仙台。まあ港だから仙台もクソもないんだけど、これが乗ってきた船、いい船でしたね。この船。なんか設備も良くて、個室、やっぱ個室がいいね。この年になると思った。さあ仙台港、え、どっち行くの、こっち行くの。シートベルトを着用してください。ちなみにですね、外気温は中に温度計を置いて、外にセンサーを置いて、中と外と測れる温度計ね、デジタルので、外のセンサーはこれね、で温度測ってます。